だいたい10秒でわかる前回のあらすじ。今回は N 型のロボに歩行の動作とかを組み込みます。立ち上がり、お座り、前進、後退、右旋回、左旋回、屈伸折りができるようになりました。足なんて飾りです。どうも、ロボチューバーのアンテロボルタです。今回は N 型ロボの足の長さを考えてみます。というのも、このロボの足の長さは適当、今までの傾向からこれならいけるかなって長さに決めていたので、ブロックタイプだし、今回ちゃんと見積もってみようかなと。で、どう見積もるかというと、使っているサーボのトルクやロボの重さから計算します。ロボを作り始めた時に参考にさせていただいたサイトの URL を概要欄に貼っておきます。僕はお値段的に MG92D をいつも使っているんですが、モーターの仕様書にはこんな感じでトルクが書いてあります。 MG92D の場合、トルクは 3.1kg フォースセンチメーターですね。トルクは単位長さの先で出せる力を表しているので、このモーターは回転中心から 1cm の位置で 3.1kg を持ち上げる力を出せます。ただ距離が長くなると持ち上げられる重量が低くなっていきますので、ここから予想される機体重量を持ち上げるのに必要な足の長さを見積もります。今の機体重量と搭載予定の単三電池4本の重さを測ると、合わせてだいたい 640g でした。このロボは歩く時も含めて基本2本以上の足で体を支えるので、1本の足では少なくとも 320g を持ち上げられればいいかなと。実際は重心が足の直上ではないので単純に半分にはならないと思うけど、そんなに間違ってないと思いますよね。 MG92D の最大トルクの 80% で 320g を持ち上げられる足の長さを見積もると 7.75cm でした。なので 7.75cm 以下であれば問題ないはず。今回は足の先端が肩の下に収まるように、上の足は 4cm、下の足はゴム足を含めて 6cm にすることにしました。設計して、印刷、各パーツを接着、接着接着、金具も取り付け、前の足を取り外して、新しいパーツに変更、というわけで足の長さの変更完了です。実際に本足で立った時の片足にかかる重さを確認してみると、だいたい 300g くらいだったので OK かなと。プログラム内の角度をちょっと修正して立たせてみると、速い、歩行も問題ないかな、良さそう。今回の動画は以上。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは。